你好、台湾の戦術師、劉波渡辺です。今日は皆様に簡単な鬼門遁甲についてお話ししたいと思います。鬼門遁甲とは聞き慣れない言葉だと思いますが、漢字で鬼門遁甲、このように書きます。鬼門遁甲は中国で生まれた戦術です。戦術の中には占いの術という意味と戦いの術という意味があります。占って、吉とか凶を見るよりもどちらかというと、運気をアップするあるいは、何か勝負に勝つこのような使い方を主にしてきました。日本の皆様におなじみの三国志の中の諸葛孔明、彼がこの鬼門遁甲をよく使ったとして、有名になっています。鬼門遁甲を使いながらたくさんの軍隊を動かして勝利を収めたというので有名になりました。鬼門遁甲は、その時その時間ですねのいい気というのがこの世の中にありまして、その自然界にあるいい気ですね、その気をうまく利用しよう、そのいい気の場所に行こう、方角に行こうというのが基本的な考え方です。はい、いい気の方向として大きな見方として年単位で見ること、月単位で見ること、日単位で見ること、そして時間単位で見ること、主にこの4つの、見方があります。それぞれに対して、年ごとの番とか月ごとの番、日ごとの番、時ごとの番を使います。その時にその時の、内容によって年を使ったり時間を使ったりするわけですね。自分の目的、内容に応じて適した番を使うわけです。その中で、今日これですね、今日の夕方の字番を出してみました。最近はですね、コンピューターで便利なソフトがあるので、一つ一つ手計算をしなくても簡単に出るようになりました。こういう番というのがですね、全部で1080パターンあります。で、今、必要なこの時はその1080個の中からどれかというふうに考えればいいわけです。本来は一つ一つ作らなければいけないんですけれども、今はですね、そういうふうに出来上がったものからパッと引っ張り出す、そういうふうになってきています。はい。でも、そして私たち占い師はこの番を見て、どういうふうに、例えばビジネス運をアップしたいならどうしたらいいかとか、どちらの方向は良くないとか、そういう見方をするんですが、皆様は別に占い師になるわけではないので、皆さんのためにもっと簡単な形でこういうような図にいたしました。はい、これは恋愛運アップの図です。そしてこちらは財運アップの図になります。ちょうどですね、5月の終わりから6月の頭を基準に作った図なんですけれども、例えばですね、あなたの家がここにあるとします。そして、これを見ると、恋愛運アップ、西に行くと12日と13日がいいとなってます。そして、この図の見方なんですけれども、北が下、南が上というふうに、本来の地図と逆さまになっています。本来の地図は北が上ですよね。どうしてこういうことになってるかっていうのは、これはですね、中国系の占いというのがみんなこういう書き方をするんですよ。ですから本来の地図とは逆なのでちょっとややこしいです。で、私が作ってるこの図というのは本来の地図に合わせて、北を上としています。なのでちょっと勘違いしないでください。で、これで見ると西というのは本来は左にあるわけですからこっちになります。この図では右になってますけれども、家から見たらこっちになります。そうすると12日と13日がいい。ですから、家から恋愛運アップするためには、西に向かうということです。恋愛運アップの中には、出会いとかもありますし、すでにカップルとかご夫婦の場合でしたら、お二人の仲を強固なものにするというような使い方もできます。そして、こちらは財運アップです。財運アップは、例えば、ここを見ますと、南に10日の日に行くといいとなってますから、ここ逆ですよ。南というのは本来は地図で言うと下になります。ですから、南の方に10日の日に行ってくださいということです。このように自分が日にちを好きな時に選べるんであれば、また方角も特に大きな目的がなければ、この図を使って好きな時にこの表に当てはまる時に動けばいいと思います。ですが、ビジネスの場合にはそうもいかない場合があります。
例えば会社がここにあって、取引先がこちら、東側にある。これはもう動かすことができません。そして、ビジネスの商談に行かなければいけない。あるいは営業、契約に行かなければいけない。このような時に自分が好きな日に行ければいいですよね。例えば会社から取引先がこちら側、東にあるので、東を見ると29日と2日がいい日です。ですから相手側にこの日をアポイントを取ったらいいんじゃないかなと思います。ですが、必ずしも自分の希望通りにはなりません。相手から、アポイントの日程を指定されることもあります。例えば、相手の人が23日を指定してきたとしましょう。そうすると、23日、ここを見ると23日は、北、または、ここですね、東北になってます。でも、会社は、残念ながら会社から取引先は、東です。ですから、一つの考え方として、まず一旦東南に出ます。東南に出て、ここで時間を潰してから、北に行けば、取引先に着きますね。ですから、取引先が例えば23日と指定してきた場合には、ここで一旦別のところに動いて、そして北に向かう。これもこういう使い方ができます。これはですね、どのぐらい時間を潰したらいいかっていうのは内容にもよるんですけれども、今回のような、営業とかですね、契約、このような場合でしたら2時間ぐらい潰したらいいんじゃないかなと思います。ですから、その潰す場所もですね、できたら気のいい場所に行ってください。間違ってもですね、病院とかお墓とかあまり良くない気がある可能性のある場所に行くよりは気のいい場所。例えばですね、5つ星級のホテルとかでしたら比較的気がいいですから、そういうところで、時間を潰して、目的の場所に向かう。こういう使い方をするといいんじゃないかなと思います。はい。以上、今日は、簡単に鬼門遁甲の使い方について説明いたしました。また次回も、次のお話をさせていただければと思います。では、その時まで、ザイジェーン。